公共曲第2番位単調作品55は、カミーユ・ユサン・サーンスが1859年に完成させた公共曲。出版の順序により2番とされているが、番号の与えられていないものを含めると5曲中4番目に当たる。1859年の7月から9月にかけて作曲が行われ、1860年3月25日にサル・プレエールで初演された。 出版は1878年に行われ、初演の指揮を務めたジュール・パドルーに検定された。しばしば、ロベルト・シューマンの影響が指摘される。サン・サーンス25歳の作品だが、6年前の公共局第1番、3年前の公共局首都、ローマよりも格段の進歩を見せており、引き締まった構成、表現の幅の広さ、循環形式の導入、 簡潔な編成ながら、効果的な還元落法など、注目すべき点は多い。全曲の演奏時間は23分程度。そなた形式。異端調、4分の6秒子の助奏では、第1主題が予告される。2分の2秒子の主部に入ると、風画風の第1主題が異端調で、第2主題がヘチョ調で提示され、続いて、それらの要素が展開される。 再現部は、ごく短く、第2主題が明確には再現されないままコーダに入り、最後は、第1主題の競争で終わる。補聴調、8分の3拍子。弱音器をつけた弦で始まる、感想曲。A, B, A, C コーダの簡単なロンド風の、形式を取る。C 部分では、A 部の動機が不縁される。4分の3拍子。イタ調のスケルトでは、 第4楽章、第2主題が予告される。トリオは、胃腸腸で、その後に、スキルツォが回帰しない、得意な構造となっている。ロンド・ソナタ形式、8分の6秒子。提示部では、第1主題が、胃腸腸で軽やかに、第2主題が二短調で弦の激しいリズムに乗って、示される。続いて、他楽章の要素も用いた、展開部が置かれる。再現部では、 第一主題がイチ調で、第二主題がイタ調で導入された後イチ調に転調し、調整が解決される。その後、壮大なコーダが置かれている。フルートに、ピッコロ、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、ティンパに、言語部1877年に、伝弾向け、1889年に、ピアノ二重奏向けの編曲が出版された。 このうちピアノ二重層向けのものは、クロード・ドビュッシーの編曲で、小説の追加や省略など、原作に対して比較的大きな変更が加えられている。ありがとうございます。